加お願いします。この組織の秘密の情報を1兆円でハッキングしてください。なるほど、任せなさい。僕にかかれば 99% いや 100% ハッキングできます。かっこいい、うひょ。ではそれでは早速始めます。わー、お願いします。あれ、パソコンが立ち上がらないよ。え、パソコンのパスワード忘れちゃったよ。嘘。あれ、ここに貼ってある紙は、あ、これじゃん。 PASSWORD。 よし、開いた。パスワード弱、天才ハッカーもパソコンにパスワード貼るんだね。よし、調子出てきたぞ。こっちのパソコンも起動するし、貼ってあるパスワード大きい声で読んで。1、2、3、4、5。よし、 ABCDE。 正解、あいうえお。解除。パスワード全部弱、簡単に突破されそうなパスワードばっかり。大丈夫かな、このハッカー。あれれ、おかしいな。せっかくパソコン立ち上がったのに全然ネットに繋がらないんだけど。ねえ、ハッキングまだ？あれ、そういえばインターネット切らしてたかも。嘘でしょ。ちゃんと買いだめしといてよ。ごめんね、ちょっとインターネット買ってくるね。もう時間もったいないよ。ハッカーなのにインターネット持ってないってどういうこと？インターネットってどこに売ってるの？僕もわかんないよ。あ、そうだ、パソコンで調べよう。おー、さすが天才ハッカー。インターネット買い方、そっか、インターネット使えないんだった。はい、こちら爆速ネットです。インターネットまだ余ってますか？ネット回線のご契約ですか？はい、ネット観戦のご協力です。